どうもおはようからこんばんは、とのでござる。ドールズフロントラインやっていきましょう。というわけでディビジョンとのコラボ始まっております。いや、私もね、もともとディビジョン2は最近にプレイしていて、まあ、コラボがディビジョンだったんで1の方かなって思っていたんですよね。まあ案の定1でして舞台がマンハッタンで、サバイバルモードっていうのかな、あれでちょっとこう冬の寒さっていうのかな、寒さとかあとは空腹とか、あの辺も結構気にしないといけないらしくて、そういうのがこうこのコラボのストーリーにも反映されていて、なかなかねこのコラボあるんですけれども、現在ねそこまでね進んでは実はいないんですけれども、ログイン画面とかね、やっぱりディビジョンやってたらそれっぽくなってて、こういうまあ、ユーザーインターフェースっていうのかな、見た目とかもディビジョンらしくなってて、こういうなんだろう、こういうところのエコーか、あれの再現とかもよくできていますよね。そこら辺はこうディビジョン2ですけれどもね、やっていたらあーよく似ているなと。ドルフロっていつもコラボするときって結構ガチめでやっているんですよね。あの前のバルハラちょっと思い出せなかったバルハラのコラボとか、あの辺も結構実際にそのゲームでカクテルを作っているみたいなこともできましたし、今回もこういうマップとか、あとは後々まだ私進捗に関しては半分ですけれども、後々ミニゲーム的なもので実際にアクションゲームっていうのかな、カバーリングしながら敵と戦うみたいなシーンもあったりするんですよね。そこがちょっと楽しみだなと。進捗に関してはね、エクストラで言っています。ノーマルでもね、やっていたんですよ。マップ自体多分少ないんだろうね。最初、チャプターが31だったんで、多いのかなって思っていましたら、前のガンスリのコラボもステージ的には8ステージぐらいはあったと思うんで、今回も多いのかなって思っていたら、現在ね進捗で言ったら半分なんですよ。この辺の下側のあのストーリーとか、あとは戦闘マップ自体も現在4つぐらいかな、通常のマップ2つに、あとはインフィニティマップ無限マップっていうのかながあったり、あとはこの3ステージ目っていうのかな、そこはまだなんですけれども、そこら辺をやってて、で下段のストーリーも進めていたら、ステージって 4×2 ぐらいしかないのかなっていうふうにも思ったりします。でね、まあエクストラも進めているんですが、結構めんどくさくてあのフラグを使って敵の戦力を削るっていうのは結構面倒だなって個人的には思います。収集とかで公式の動画で500個ぐらいが推奨とは言っていますが、普通に周回していてもマップによっては10個ぐらいは入ったりはするんですよ。それを何度も繰り返して貯めてエクストラのステージをこう進んでいく感じにはなるのかな。ノーマルはねやっぱりね一応いろいろ続けている指揮官だから、やはりエクストラでクリアしないとなって思うところもあります。進捗的にはね、あのエクストラのエージェントのベクター、愛称ビビって言うんだね。なんか初めてそれ知って、なんだろう、なかなかいいなとなんでビビなんだろうね。まあそういう気になるところもありますし、ストーリーについても今回が個人的にね一番好き、本当にね面白い、いろんな視点っていうのかな、こう賞金をめぐって、でいつかはバレるんでしょうね最初に RFB のチームが脱落したんだが、あれ以降出てこないのかないろいろデマを流した発端でもあるんですよね。エクストラのねベクター、一応ね倉庫の方でいるっちゃいるんですよ。ここにね声がねついていれば使おうかなって思っていたんですよ。私もね一神教ですから、タイトルの通り一神教なんで、いくらベクターが別のベクターだとしてもけれども、ベクターであることには変わりなくて、使うんだったらもともといるベクターは外さないといけないかなと。まあ元々のベクターがサブタンク的なもので、こっちのエクストラのエージェントの方はいわゆるメインタンク、まあ壁役っていうのかなっていう感じがスキル的にはするんですよね。育てるかどうかはね結構迷っているんですよ。
今のところメンバー的にもいっぱいいっぱいなところもあるんで、となるとやっぱり一心教なんで、ベクターは入れ替えにはなるのかな。でね、今回のコラボイベントありますけれども、本当はね昨日撮ろうと思っていたんですよ。けれどもネットワークの回線が悪くてノイズが入ったりしてたんですよ。なんでかなって思っていたら、親機のパソコンの方のあの LAN ケーブルが外れてて無線 LAN になっていたのをちょっと有線に切り替えてやっていたら、なんとかね回線も良くなったんですけれども、で今回のディビジョンのコラボの紹介もありますが、選挙の結果、これがねやっぱり冒頭、本来は冒頭で言わないといけなかったんですけれども、あの今回 10% ギリギリね 10% に入りました。前回の第1回目は最後の最後でやっぱりぶっぱする人もいますから 11% まで落ちていたかな。何十話か何話前の実況見たら結果はわかるんですがちょっと見返すのもな、まあ、けれども今回はね前よりかはねちょっと良くなったと思う。最終ステージは相変わらず 39% 微妙まあスコア的にもそこまで開きはないからな。妖精もねそこまで育ってはいないところもあるんですよ。ごめんねちょっと前置きが長くて。星3とか、まあ、星5になっている子もちらほらはいるんですよ、妖精さんでね。で今回フラグ集めもあるんで、ダミー部隊とかもね用意したりしてて、最近ねアニメの方でアサルトリリー見ていたんですけれども、主人公のリリの声の赤尾ひかるさんと、あとこのソーコムのピストルの声優さん一緒だったんですね。とまあそんなこともあってダミー部隊はソーコムにしてまして、でまあ肝心のイベントですけれども、ステージによっては無線等でできたりもしてて、例えばこのエクストラのこのステージか、敵もまあまあ強いよねやっぱり。いや基本ね最初の方野戦マップ、最初の方っていうか全部野戦マップなのかな、あのエクストラじゃない、インフィニティ無限ステージは昼ですが、基本的にやっぱり夜ですよね。で人形に関しては極力クリアを狙っていこうかなって今回思っているんで、まあそれのメンバーに関してはまあ適当ではいいんですが、舞台到着、任務開始よ。最初右の方に行ってて結構めんどくさいなって思ったんですよ。で公式の YouTube 見ていると左のルートがありまして、であとはまあイワシ部隊ぐらいでいいかな。動かないよな確か下は。左の方でダミー部隊を使ってやればフラググレネードが10個入手できるんですよ。そこをね繰り返しやってて2つ目のマップ挑んだんですよ。フラグがないとね2つ目はね多分無理だと思う。ART か ALD かなんか いたじゃん、あのキツネ耳のあの子のね戦闘がきつかって、でフラググレネードを収集して使ってクリアしたんですよ。となるとエクストラだったらフラググレネードを使って倒すっていうのがまあ普通になるのかな。でこう言ってあと2マスだからな、下のこのアイテムが、これがフラグなんですよね。で10個入っているんでこれを入手すればいいんですよ。極力戦闘もしていきたいなって思いまして、今回ねちょっと撮っているんですよ。さすがにねあのフラグ取るだけで終了っていうのはちょっとね味気ないから、一応戦闘はする。敵が硬いんで基本的には挑発要請を使ってイワシ部隊でもねある程度3万ぐらいだったら問題なくいける。あとは AR と SMG が鉄板なところはあるんですよ。ただそうなってくるとマップが野戦なんでハンドガン加えないといけないかなって思ってて、いけるかなちょっと心配だな。1個ぐらいは使うか。で来るかもしれないから挑発は発動。さあとは敵さんはどこにいるか、
強い敵が巡回しているんですよ。そこをなんとか、回避しながら行かないといけなくて、最初クリアした時はね、このフラグ10個ある物資箱っていうのかな、これはね取らなかったんですよ。今回はこう言ってで拾っておいて、おそらく敵さんは一番左のマスにいると思うんで、でまだ行動ポイントはあるから、まあ5万4000だから戦えないこともないんですよ。けれどもあのフラグがもったいないこっちはまあただ回収しながらクリアするだけの舞台で、右の方は舞台展開も確か2舞台しか行けなかったと思うんですよ。ターレットでも置いておこうか。昔やってた FPS とかの影響でタレットっていうよりかはターレットってついつい言ってしまうんですよ。で、敵さんがやってきたんで、巡回している敵は、戦わない。ただね、実際のディビジョンのゲームもそこまでねフラグをポンポンねするゲームでもねないんですよ。でだ、確かね右下あたり行ったら行けたと思うんですよね。あ、ここここで拾っておいて、これ右に行ってマップを広げないと目標って更新されないんだっけな。まあちょっと行ってみよう。じゃあこっちの舞台には、あ、1万8000まで減ったらまあ普通に行っていけるでしょう。敵が強いからね、エクストラって。実際のディビジョンやっててもフラグ投げるって言ったら、一番開幕の奇襲をかける時とか、あとはアーマー持ちの敵を足止めしながらフラグに巻き込むぐらいなんで、そんなにねポンポンね投げるゲームじゃないんですよ。だからそこはちょっと今回のコラボやっててなんか違うなって思っていたりもする。じゃあターン終了。専用装備も狙ってはいくがな、いわゆる1日60個貯めるやつ、あれの進捗もねあんまりね進んでいないんですよ。で勝利条件多分更新されたと思うんで、あとはいけるだろうか。意外と右下まで行くのがめんどくさいんですよね。どんどんマップが更新されていくんですよ。そこら辺が果たして、もうちょい進もうか。ここをクリアした時は右の方で物資箱を取ったら、クリアになったんですよ。まあ、めんどくさくても今回マップが少ない分まあまあいいかなとは思ったりする。これで多かったらねかなりきつい。で右から AK47 が来る。ただ今回顔のグラフィックとか変わったり、スプリングフィールドが新たな立ち絵が出ていたりで、そういうのを見ていると面白いですよね。で右のを取ったら多分クリアになると思うんで、まあ、ちょっと戦闘もしていきたいなと。 AK これ倒せれないよね、多分強いんですよ一回挑んでねダメだったんですよ。かといってフラグを使うのももったいないし、まあいいや、1個ぐらい使ってみよう。久々にね妖精ポイント使う。ガスマスクつけているからこう汚染エリアとかあったりするんですよ。ドルフの人形ってそういうのに対応、人では汚染エリアに行けないから、そういうのに対応するために戦術人形ってもともと作られた設定だったはず。
動画の方でも実質ドルフロとかいろいろ実質ディビジョンとかいろいろ言っていたもんな。回収したらいけるかな。拾う。占領になるのかな。まあ多分誘導だと思うんですよ。一旦これでターン終了。よし、これでクリア。まあ無理に AK47 を引っ張ってきたりいろいろやる必要はないんですよね。とまあこんな感じでやってたりもします。戦闘が結構大変なんですよ。あとはもうフラグをどんどん集めながらエクストラのマップ挑んでいって、また完走した頃に動画を撮っていこうと思います。あ、そうそう、忘れてた。そういえばね、ビンゴも始まっていましたよね。星5のサブマシンガンの子が入手できるんですよね。でね、前回前々回で2回目でダブルっていうのを連続でやらかして、今回4回目だった。4回目でダブった。ひとまずね、今日の分は、ひとまず全部入手したんで、じゃあちょっとやってみよう。同じ数字という。お、新しい数字。お、しかもリーチではありませんか。次ぐらいでまたダブりまくって、この右下のポイントが100になったら、もう1列できるわけだ。けどビンゴなんだね。なんか定税方式かなって思っていましたのに。とはいえね、今回あまり周回がまだできていなくて、そこまでね時間がないんですよね。あのブルアカもやっているし、あと他タメ取りもしないといけないし、だからね、なかなかね、今回まだ60ポイントしか全然ね溜まっていなくて、とはいえね、エージェント416と専用装備と、あと ID カードの背景かな、アイコンとかはそこまでね、あ、でも基地背景とかもあったりするんだ。アイコンはそんなにいらないから、あとは家具とかコインとか作戦報告書も欲しいかな。特殊なんだ、通常の作戦報告書はないんだね。今回はね、ちょっと周回数はあんまりいかないと、あんまりいかないかもしれない。あの、マップ自体は少なくても、ストーリー見ていくと結構時間が経つという。そこで、あ、もう一日終わるか、みたいな、そんな感じになってしまいますからね。まあ、どこまで周回できるかはわかりませんけれども、次回は完走した時にまた撮っていこうと思います。というわけで、今度こそここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。